このチャンネル何度目の視聴者か分かりませんが、すいませんでした。ちょっと取り組んでることが、まあ、少なくとも5年以内にはなると思います。さあ、清掃して松原さんが何度目の謝罪にもう切れちゃってますよ、謝罪が。こんな感じです。ということで、はい、このチャンネル何度目の謝罪か分かりませんがどうしたんですか。すいませんでした。ダイエットをすごい頑張りまして、はい、頑張りました。年末、はい、ついに 84.5 まで下げて、すごいですね、120ぐらいですね、から、はい、はい、そこから目標85キロで目標達成しまして、はい、でまあ維持管理もできております、うん、はい、トイックのスコア以外全部数値はいいです。もうなんか今出ましたね、さらりと、はい、さらりと出ましたけど、トイックのスコア数値以外はと言っておりましたが、それはちょっとどういうことなんですか。そうですね、目標何点でしたっけ、なんかやりましたよね。確か500 500? そんな低かったでしたっけ、目標。800です。800でしたよね、はい、やっぱですね、はい、社会人難しいですね。ダイエットもありましたし、ただまあすいませんでした。いつの受けたやつ。ちょうどその試験の当日に珍しく風邪をひいて、はい、で高熱で行けなかったと、はい、病気になるのも自分の責任なんで、受けれてないどころか、はい、コンスタントも勉強することもできなかったのは正直あります。あらららら、これまた何度も謝罪なんだ。何度も謝罪。じゃあ今後勉強できるのかどうか、はい、ちょっとまたこの後話すことがあるんですけど、はい、ちょっと今取り組んでることがいくつかありまして、はい、そうですね、まあ、物理的にちょっと難しいっていうところもあって、ただプロジェクトとしては継続させたいなと、はい、ところで僕の代わりに逸材を用意しました、はいはい、誰ですか。ケンちゃん上。嘘です。びっくりした。ちょっと今療養してください。はい、あの可愛い講師。もう出てる動画。もう出てるし。あの僕は800点だったんですけど、彼の目標は950って言ったことでしたっけ。950。もう生ぬるいので、僕のその謝罪の気持ちも込めて990。いや。大変。しかも本人がまた病気でいないっていう。今日いないんですよ。今日も来るって聞いてたのに病気してない。病気でいないって二人とも病気してブラザーズ。僕が元気な時あいつが病気です。あいつが元気な時僕は病気なんですけど。もうお先真っ暗ですよ、もうこの、はい、ただ大阪までやってきたのに。すいませんでした。ただですね、もちろん彼自身勉強してまして、スコアももともとですね670だったんですね、トイックス。一応ね、言うて京大のね、印刷なんで、そもそも英語はそのものできるんですけど、今それが12月で870まで上がってきて、200点アップですね、はい、そうですね、リスニングができる。そうですね、リーディングはね結構できるんですけど、まあ、結構今指導してくれてるんですけども、はい、まあ、トイックで言えばもともとスコアが600だった方が、うん、まあ、半年で大学2年生医学部生なんですけど、医学部の勉強しながら、まあ、リスニング力が主にアップして785まで伸びたりとか、まあ、彼の生徒なんですけど、あとこの K さんは、うん、トイックスコア480だったのが、うん、約4ヶ月で630まで行って、うん、でさらに CA のキャビンアテンダントの内定もゲットされて、ということで、もう入社までずっと継続してベーシス受けたいって言ってて、まあ、すぐ伸びてますと、うん、まあ、さらに伸びていくだろうという感じで、伸びていってくださいよ。そうですね、体重も減らしてスコアも減らしてみたいな。いやいや、ダメです。ダメですよ。ダメですね。ちょっとですね、僕はある余命を、まあ、要望というか、はい、受けまして、はい、ちょっと僕は目指したい姿ができましたものですから、新たに、はい、そうなんですね。なんでそれもあってちょっと準備もあり、はいはい、ちょっと勉強はちょっと河合に任し、僕は公の皆さんのために身を粉にして働こうという決意表明もしたいと思いました。そっちもでもあれじゃないですか、はい、別の勉強が必要でしょうけど。あ、まあそうですね、ただまあそれは実際に予備校の運営とか、はい、まあ、指導をさせていただい、うん、させていただいている中で直結することでもあるので、はい、まあ、そこは、まあ、今の延長線上プラス、うん、ちょっとその研究していく時間を作る感じになるんですけど、ね、それでも新たな目標は、はい、公に公言するんですか。公に公言、無駄だな、筋肉痛が痛いみたいな。はい、したいと思ってまして、はい、要は簡単に言えば塾をなくす。どういうことですか。塾をなくす。公教育っていうのがありますよね、はい、うん、で公教育が生んだ歪みがあって、うん、それをカバーするのが塾の役目、はい、
だと思うんですけども、はい、僕も塾を運営してますし、ね、してますよ、ちょっとなくなったら困るんですが、ただ、まあ、それぐらいの気持ちで、やっぱその公教育に僕は携わっていきたいなと、要はこれからね、AI とか進んでいって、うん、もっとその先生たちの業務が負担軽くなって、うん、一人一人の生徒さんに向き合っていく形ができれば、公、うん、の教育で、うん、まあ、塾予備校っていうものの役目も、もっと高度なものが求められて、そこに対応していけば、うん、まあ、全体の教育のレベルが上がっていくと。今提供しているような補習塾とか予備校の指導みたいなものは、うん、もう学校の方でやってもらうようなものを作れれば、教育格差は経済格差って言われてますけど、うん、低所得の人でも必要十分な教育を受けられて、みんながそのチャンスがつかめるようなものを作っていきたいっていう思いがずっとやっぱあったので、うん、なるほど、じゃあ今の形の塾がなくなるってことですね。そうですね、はいはい、塾はまあ新たな形に変わるってことですね。変われるように、びっくりした、塾をぶっ壊すとかいうのが、まあ、今の塾はある意味ぶっ壊すと、はい、で、まあ、今塾がやってることを大半がその公共系でやっても回るような仕組みにしていくことがしたいなと。なるほど。で、僕最近ずっと自称進学校をディスコードしてますが、やっぱりあれって僕がやりたいことの対象物というか、うん、やっぱりその自称進学校の先生たちも一生懸命やってらっしゃると思うんですけども、でもそれによって子どもたちがすごい感情な課題で心を病んでしまって、目指したいところを目指せなくなるっていうのはやっぱたくさん起きてるわけで、それを是正するには、まあもちろんその YouTube での発信も重要だとは思うんですけども、やっぱもっと上のところで変えていきたいなということで、ちょっと具体的な時期については多少変動あるかもしれませんけど、まあ少なくとも5年以内には国会議員になると思います。でそのための今準備も地味に進めてますし、まあ、はい、支援者がねやっぱいると思うんですけど、はい、まあ、そこはまあ概ねクリアしてきてるのかなと。なるほど、ご存知だと思いますけど、はい、そうですね、とか言って全部知ってるけど、はい、なので、まあ、僕としてはやっぱり生の苦しい人の声が欲しいので、ぜひ森田さんのこの動画のコメント欄に、自称進学校に通ってる、まあ、別に進学校でもいいんですけども、うん、あるいはそうじゃない高校でもいいんですが、うん、先生から出された課題でこんだけ苦しんでるとか、うん、こういう状況で大変困ってますと、うん、いうのをちょっと表明していただきたいですし、まあ、どうしても方も死ぬほど悩んでる人がいれば、ちょっと僕の動画の概要欄も貼っていただいて、はい、僕の動画には大体こう LINE の QR コード貼ってますから、まあ、そこから僕に相談していただければ、うん、僕はもう学校に乗り込んで、はい、いやもう特に私立のね高校とかであれば、うん、悩まれてる原因を解決する術は僕だんだん最近手に入れてきてるんで、ほうほうほう、もう交渉してあげようかなと。で結局やりたいことがあって、でも過剰な課題で、まあ、その課題をやって成績伸ばせればいいんですけど、うん、伸ばせないケースも結構多くて、それで頑張ってるのにやる気が出ない、で心が病んでしまうっていう人がやっぱ多いので、うん、でそれで本当に悩んでる人は僕はもうちょっと是正してあげたいなと。なるほど、うん、思ってます。今はまだねそういう身分じゃないので、うん、一個人一経営者として僕がその学校に対峙していきたいと思ってますが、はいはいはい、まあ、元々学校の先生も生徒のためにやってらっしゃることだと思うんですけど、で、まあ、公の方針がやっぱ僕はあんま良くないと思ってるんで、うん、その方針でやってるから歪みが生まれる、うん、なるほど、だからそこに僕はちょっと自分の時間と命を使っていきたいなと。じゃあ国会議員になって、まあ、学校に対峙して対峙するみたいな。あ、もうそうですね、教進学校を対峙する、ぶっ壊す、ね、ぶっ壊すのやつやらなきゃって、はい、そういうことですね、わかりました、ね、じゃあそれが新たな目標と。そうですね、まあでもいろいろ案はもうあるんですが、それこそ武田塾さんのように今の、ね、学力が生徒がこういう状況ですよと、で志望大学がこうですよ、そのために最適なカリキュラムを作るわけですよね、でそういうものをもう AGI とかで自動で生成できて、でかつティーチングは全部もうそういうシステムアプリとかでやっていけば、先生たちがやるのはコーチングだったり、あるいは勉強の作法をちゃんと教えてあげるところに時間使ってあげれるので、なんかもっといい形とかなと思って、例えばです、一つの案として AGI ハゲ治療ですか。あ、AGI、え、なんだっけ、 AGA AGI か薄いんです、もう大丈夫ですね、わ、はい、かりました、まあその方法はね、まだどういう方法がいいかっていうのはまだ僕も勉強不足で、自称進学校と補習塾をぶっ壊すっていうことですか。結果的にみんな一人一人 の、うん、あの生徒さんが学校の教育だけで自分が目指すべきもの、そうですね、うん、大学じゃなくてもいいんですけども、うん、それに向けてその頑張っていける環境状況を用意してあげることをやっぱり国としてやってあげたい、あげてあげてほしい、うんうん、もう僕やろう、まあ、結構ね教育のことを言ってる議員さんっていらっしゃらないので、はいはい、まあそれで票はね取れないかもしれないんですけど、うん、まあ、それはもう萌田先生にちょっと僕をバックアップしていただいて拡散していただいて、そんなでかいことできるのかな。まずもういろいろね、あの水面下で動いてる、ああ YouTube で言えないこといろいろあると思うんですけども、はい、まあそういう政治活動も行きたいなと。すごいドキュメンタリーですわ、本当に、はい、ということで今回じゃ松村さんの重大発表でしたね、はい、謝罪と、そうそう、謝罪いつもの謝罪とということでございました、はい、ぜひ皆さん、はい、
はい、応援してあげてください。ぜひ本当に何でも今困ってることをコメントに書いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。テキボーキン。